とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ソロプレイで、新しく出てきた極ボス、挑みたいと思います。かなり強くて、ちょっと勝てないよっていう人も、中にはいるみたいだね。で、ちなみに、今日行く装備が、これです。はい。爆食メダル、そしてふっさふさのカツラ、コスモフロンティア、ピンバッジ3つ、で、ポワレオ2つ、です。コスモフロンティアでクリティカルを受けなくなって、ふさふさのカツラで、クラブサポートの発生率が 15% アップします。で、ブルームーンでいきますね。武器は捨て身武器、防御力が 20% ダウンで攻撃力が 45%。アップする。まあ、そういうやつをしております。はい。では、今日行く場所なんだけども、今日はここに行きます。これ。極黒煙まとう流れ星。だね。ちょっと難しいけども、行ってみましょう。はい。まあ、この、一個レベルが低いやつがね、焼却炉のとこでいるけども、そいつと比べてもやっぱ段違いにこいつは強い。うん、今雷属性なのかな。いけ。ああ、もうこのね、暗闇になるのが本当に嫌い。当たらんくなるからね。結構当たらんくなるからね。 OK、 ナイス。ここでカツラの効果が出だしたよ。ちょっと暗闇長くない？もう！ちょっと暗闇長いって。本当に。これはね、チャンス取れないんだ、なかなか。やば。基本的には、あ、オッケーオッケーオッケー。出るかな？あー、ミスった！最悪や。思いっきりミスった。あ、まあまあ、どっちにしろダメだったか。どっちにしろダメだった。これ、ゴミか、炎が3つ出ないとダメだもんね。もうどこにもゴミがないから、どうしようもなくなるんだ。で、これが、発動されるとかなり動きが速くなるんで、ちょっと要注意になります。オッケー、チャンス取れた。マジか。なかなかこれ取れないんだけどね。チャンス取れました。でもこれね、ほんと装備品がないと、揃ってないとね、ダメージがね、なかなか取りきれないんだよな。 HP 高いのよ。バカみたいに高い。焼却炉にいるこいつの1個レベル低いやつの倍以上じゃない ?HP。とにかく高いんで。うわ、やべえやべえ、めちゃくちゃ食らった。うん。攻撃力も、もちろん、どんぐらいだろうな。3倍ぐらいあるか。この焼却炉のやつよりも。そんぐらいはあるでしょう。あぶねえ。まあ、とにかく暗闇にならないように立ち回って、で、攻撃は基本的に必殺技のみで立ち回るようにしましょう。そうしないとね、もう火だめが痛すぎて、どうしようもないんだな。あー、やっぱ！あ、オッケー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 。あー。ちょっと待って。お前らちょっと固まっとけよ。行くぞ！ちょっと待って。いや、違う、ゴミじゃない、これ。出ろよ。もう出ない。で、しかもこのポーズの横にアイテムが出るから、超やりにくいんだよね。わかってるわかってる。もうお前がスーパーになるのはわかってるよ。しゃあ。あ、やばい。やば。おー、危ねえ。超ダメージだよ、本当に。
分かってる分かってる分かってるからちょっと近づかないで。地雷を全部ちょっと撤去しよう。おっぶね、うわまた地雷来て。攻撃したいけども、やっべ、死ぬ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 、あぶね、あぶね。ソロプレイの時はもう本当に死ぬからね。やばすぎる。よし、ちょっと地雷を撤去。もう仲間がいるとね、生き返らせてくれるっていう安心感あるけど、ソロの時無理だからね、マジで怖い。でようやく半分か、やっぱりかかるわ時間が。いけ、ダメージもなかなか入らないな。え、2体しかいない？ああいるいるいる、3体いるやん。 OK、 どう？あ、これはいけるね。よし、あ、いったいった、何何何何何がした、何した、あ、炎に当たったのね。暗い、今チャンス。もう毎回ちゃんとねゴミが出るようにしてくださいよ、ほんと出ないことがあってね、もうこれ、ね、厳しいんだって。よし、次何するんだい。ちょっと地雷はまず撤去しとかないと、ほんとこれダメージ痛いからね。はい、来なさい来なさい、暗闇にはならないよ。オッケー、よし、まあ基本はしっかりとやっていこう。攻撃はあくまで欲張りすぎない。よし、地雷、もう一個地雷。よし、また地雷か。地雷やめなさいよ、動きづらいんだから。よし、地雷は本当に全部撤去しよう。オッケー、どこだ、おお、どうだ、出たか、あ、出てる出てる出てる。しゃあ、くらえ、よっしゃ。でもこれでダメージ与えれるのもね、ほんと少ないから。あぶね、あぶね、おーおーおお、するなってそんなの。オッケーオッケー、一個がゴミがね余分に出てくれたから、次チャンス取れる。これはやっべやべやべ、ここでチャンス取る。あー無理か、なんかうまいことブルーストリームが入ればチャンス取れるみたいだけどね。もう地雷やめろ、地雷やめろ。オッケー、ここは本当にきついな。結構ボスの中でもこいつはやりにくいやつに入るんじゃない。あー惜しい、もうちょっとやった。でももう終わりは見えてきた、もう少しだ。お、嘘、避けたっしょ、避けたっしょ、なんかなんかかす当たりした。オッケー、ザコが結構多めに出てきてくれていいね。ちょっとアイテムを、分別しろと言われてる。あ、なるほどね、そういうことですか、わかったよ。分別しろ言われてもいいじゃないですか、入れ込んでも。オッケーオッケー、あとブルーストリーム一発かな、もう勝った。でも安心はしちゃダメだ。オッケー、勝利です。はい、おお、まあ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 、ファイナル黒い稲妻が出てるので、まあ当たりかな。うん、ソロはやっぱりなかなかきついね。はい、ということで今日はソロプレイで新しい極ボス倒してみました。なかなかね、強いのよ。
攻撃力高いし HP 高いわで、やりにくいんだけども、まあ基本をね、しっかりやっていけば、勝てると思います。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや